はい、西崎です。今回はですね、仕事をする上で絶対にやめといた方がいい3つの習慣についてお話をします。まあいろいろね、やめておいた方がいいことあります。これ NG よってことは仕事の中にもたくさんあるんですけども、今日はその中でも超厳選された3つだけをお話ししますんで、今からお話しするこの3つをやめれば、あなたの仕事の成果に確実に絶対に180万%プラスになると思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録を済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録と、そしていいねと思っていただいたらグッド、悪いねと思っていただいたらバッと押していただいて、最後までお付き合いください。では行きましょう、どうぞ。この習慣をやめて、俺は仕事の成果に大きくつながったりとか、前向きに業務に取り組めるようになった3つのやめた習慣があるけん、まあ、その話しようか。お願いします。はい、1つ目の習慣ね、他人と比較するっていうね、よくやりがちや。やりますね。常にやっぱ比較対象は自分であった方がいいなっていうのが、まあ、俺11年ぐらいね、この仕事やってる中で体感してきたことで、上を見出したらね、キリがないというね。ある人と比較してね、頑張って追いつきましたと。でもさ、世の中広いけんさ、もっとできる人なんてもういくらでもおるわけよ。それをね、その上ばっか向いてさ、あ、この人よりできてないとか、自分まだまだやなっていう風になったとて、再現なく言ってしまうんで、他人と比較するっていうのをね、やめるとめっちゃ気持ち的に楽になるけどね。どうやって自分と比較するんですか？昨日の自分と比べてね、どうやったかっていう判断基準にしたらいいと思うやんか。昨日ここまでできてました。じゃあ具体的に、営業に昨日100件回れましたと。でも先輩たちは200件回ってますと。うわ、自分200件全然回れてないなっていうのが、これが他人と比較するって話やろ。じゃあ自分と比較するって話は、昨日100件自分が回ったんやったら今日101件回ろうっていうのが、これが自分と比較するっていう話やけん、まあ、単純にね、誰かと比べないと、うん、自分と比べよっていうのが大事じゃない？やめようと思ったきっかけあったんですか？やっぱさ、俺27で会社作った時はさ、もう日本で一番イケてる経営者になるんだみたいな感じでね、そんな思いがあったんだけど、やっぱもう5万とおるわけよ、すごい経営者なんて。自分なんかよりも努力してるし、勉強もしてるし、知識も経験もあるしっていうね、それと比べてたらもうしんどいなってなって、じゃあなんか自分らしい経営をやる方がいいなって考えた時に、いや、比較対象はやっぱ自分よねと。過去の自分と比べてどんだけ成長したかっていうところに対して重きを置こうっていうふうにね、思ったのが一つの大きなきっかけあったかなっていうね。続いて2つ目、完璧求めんなっていうね。これね、俺が逆にできてない部分なんよ。これまだ俺の弱い部分ちゃんか。けどあえて俺に対して言いたい。物事に挑戦する時とか、新しいことに取り組む時ってさ、完璧を求めてしまうやん。例えば新規サービス作りますってなった時にも、お客さんに満足してもらうためにこんな機能を盛り込んで作りました、見てもらったらもっとこんなあった方がいいんじゃねみたいな感じで、もうどん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 よくって出てくるんよね。大事なのってやっぱスピード感やと思うよ。完璧を求めてしまうとさ、その完璧っていうのも今自分の中で想定しうる中での完璧なんで、それが果たして市場から見た時に完璧なものであるかっていうのは、これはもう全然見当がつかないわけよ。なので7割ぐらいできてしまったら、まず5をかけて動かしてみるとか、やってみるっていうのが俺は大事やなって。これをやらないといつまでたっても動き出さなかったりとか、前に進まなかったりっていう経験をね、結構してきたんよね。もっと完璧じゃなくていいかなって思う部分もある。反面ね、やっぱりじゃあその70から100に埋めるこの30っていうところがね、その会社のらしさだったりとか、こだわりだったりするわけよ。人がその商品とかサービスに触れた時に共感するとか、ここいいなって思うところがこの30やったりするわけよね。やからこれ難しいところで、まず7割ぐらいできたらバンと動かしてみて、じゃああとはほっといて OK っていうわけではなくってさ、まず出してみて並行して30埋めるっていう作業をするっていうのがね、これ大事かな。これ結構違うというね、考え方が。いきなり100作ってバンと出すのか、でもその代わりスピード遅くなるけどね。まずスピード重視で7割ぐらい作ってしまって出すんだけれども、出した後に並行して30を補っていく。でこれもう一個いいことがあってさ、この30は市場の声を聞きながらアップデートしていけるけどね。
100作って出す時って、これもう市場の声関係なく自分のその時の知識とか知見だけで作っていけんさ、70作ってバンド出して、で実際にそれを触ってもらったり使ってもらったり、お客様の声なんかを聞きながらさらにそれに対して改変をしていくと、下手したら30じゃなくて40とか50とかね、よりいい形でアップデートしていけるんじゃないかなっていうふうに思うけん、俺は完璧を求めない方がいいかなって。続いて3つ目、はい、やめた方がいい3つの習慣、最後3つ目ね、批判とか嫉妬をやめた方が俺はいいと思う。昔はしてたんですか？いやもうそれはね、あるよ。いや今でもあるとって、もう嫉妬しない人間になりなさいみたいなんとかっていうつもりはないとよ。やっぱ人間って欲望があるもんやけんさ、羨ましいなとかいいなって思うことってこれあるやんけど、それをね表に出すか出さないかの差やと思うよね。人間できてる人とできてない人の差って、俺はまだできてないから、そのまた全然感じたりするし、昔はさらにあったからさ、でそれがねさらに悪いのはさ、周りに言ったりするわけよ。すごいできてる人とかがいたら、いやあいつちょっとここって良くないよねとかね、うん、なんか荒探しみたいな。でこれなんでやめた方がいいかって言ったらさ、嫉妬や批判って何も生産性がないわけよ。それをすることで何かしらプラスになるわけではなくて、むしろ足引っ張るだけの話やけどね。それとも得することないけどね。それよりも相手のことを認めてね、悔しい、確かに悔しいよ、自分でできるって悔しい、悔しいけどすごいなっていうふうに認めて、逆に何がすごいんだろうとかね、もしくはもう俺やったらさ、話聞いたりするわけよ。いやもうすごいなと、俺も学びたいと、教えてくれみたいな感じの方がやっぱ生産的やん。で相手も嬉しかろ、うらしい、ちょっと最近なんか SNS 調子いいねと、どんな風にやるか教えてくれんって言われたらいいよってなるやんか。けどなんか最近浦下さんって会社でなんかちょっと目立ちすぎだよねみたいな、会社に媚び売ってんのかなみたいな、嫌じゃないそんな。そうです ね、なんでこの3つやったんですか、うん、これまでのねビジネス経験を、まあ、経営経験とかもひっくるめて振り返った時に、まあ、3つこれやめた方がいいよって言われた時にパッとできたのがその3つやったやんか。優先順位高いと思うよね、すぐでできたっていうことは。続けてる習慣はありますか？調べる、結構俺こう見えて調べるとよね、なんかやるってなった時にいきなり Twitter やってみましょうとか YouTube やってみましょうみたいな、じゃあ撮影しますみたいなことは一切やらないやんか。まずね調べるっちゃう、めっちゃ今どんなチャンネルが流行っててとか、どんな Twitter のアカウントが面白くてみたいなところをね結構調べる。でその調べる時も数字で結構調べるけどね、これは続けてるし、でこれはめちゃくちゃ大事やと思うわ。感覚でやっぱ選んじゃうけどね、なんとなく良さそうとかいい感じみたいなね。でこのいい感じって一番ねよく分かんない判断基準なんで、何をもっていい感じなのかっていうのを客観的なデータとか資料とか実績とかで判断していくっていうのはもうずっとやってるから。まあ3つね今日話したけどね、まあそんな難しい話じゃないと思うけどね。でもこの3つだけ意識して仕事に挑むか挑まんかっていうだけでも結構大きく変わんじゃねえかなって思うけん。最近ねありがたいことにチャンネル登録者増えて、まあ、10万人超えてからね一気にガーンと増えてるんですけど、皆さんあってのこのチャンネルになりますんで、またこういうテーマについて、まあ、僕のね拙い意見ではあるんですけども、聞きたいというのがあればぜひコメント欄にいただいて、でチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録していただいて、いいねと思ったらグッドボタン、悪いねと思ったらバッドボタンを押してチャンネルを閉じていただければと思います。ではでは浦下さん、また会いましょう。はい、はい、私なんですね、最後難しいねこれね、最初浦下話してた感じ、はい。